ディエゴデンメは、ドイツノルトベストファー練習、ヘルフォルト出身のプロサッカー選手。セリエ SSC ナポリ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。アルミニア・ビーレフェルトの下部組織で育成され、2010年12月4日の SPVGG グロイターフィルト戦で、プロデビューをした。2010から11シーズン終了後、ビーレフェルトとの契約延長をめぐって、裁判になった。 2011年12月12日、SC パーダーボルン07に移籍。2014年1月8日、r b ライプツヒト2018年までの契約を結んだ。2016年8月28日の TSG1899 ホフェンハイム戦でブンデスリがデビューを果たした。2020年1月11日、SSC ナポリに移籍した。2017年5月、 ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017のドイツ代表メンバーに選出された。2017年6月10日、2018FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選の三マリの戦で78分から途中出場しドイツ代表デビューを果たした。Confederations Cup は腰痛のため一試合も出場せず終わった。父親は カラブリア州出身のイタリア人で、ディエゴの名は、ディエゴマラドーナにちなんで名付けられたという、ありがとうございます。